穴がいっぱい開いてるのを選びました。涼しそうなんでね、しっかり編むんじゃなくて、こう隙間があるデザインを選びました。完成はね、30センチぐらいの予定かな。あ、ゆか、ボタンさくらさん、こんにちは。ちょっとなんかね、毛糸で編むのが暑い日になっちゃったね。みんなは何編んでるんやろう。私ちょっと、除湿ガムを入れたい。ね、除湿今日は今夜入れるかな。1階は多分ね、除湿入ってるかな。猫ちゃんがいるからね。多分今日は除湿入れるかな。あまり暑かったらね、無理してもあかんもんね。ここがね、黒から黒いから、白い糸やからね。で、私あんまり 手触りで編んでる。プチって言ったらいい感じで、あんまりね、針の先見えてないよ。針の先あんまり見え、ちゃんと見えてない。かぎ針のいいところは、編み物のいいところはさ、手加減で編めるじゃない？針の先見えてないよ。こう、しっかり巻きつけて、キュッといったら、糸はついてくるから。急に熱くなったよね。急に熱くなった。で、多分ね、今日は蒸してるねんね。今日夜から雨って言ってるから、蒸してるんやわ。ね。これ、針先見えてないね、私。で、針先がこう見えないんですけど、見えてなくても、このかぎ針はね、こうやって持ったら、かぎが絶対私の方向いてるから、編めるよ。ちょっと見にくくても編めるよ。あれ？画面見たら大きいね。画面の方が明るくて大きいわ。画面見た方が明るくて手元よく見えるね。不思議。ミニ扇風機下手するとエアコンもさ、そうそうそう、今夜みんな暑いのは我慢せんとね。上手にちょ間違えてるやん、ほら。ここにかけなあかんのに、こっちにかかってるわ。ここに3本かけないと。椿さん、暑いねんて。無理したらあかんね、暑さは。暑いのは我慢したらあかんね。感覚で編んでますね。あんまり見てない。この針先に引っ掛けようなんて思ってないよ。こう切って引っ張ったら引っかかるもん。こう切って引っ張ったら引っかかってるから、引っ張ったら引っかかってるんですよね、糸が。私も暑い。私も暑い。ライブが終わったらお風呂に飛び込んで扇風機の前やわ。ライブが終わったらお風呂に飛び込んで扇風機に当たる。でももうさ、晩ご飯大好きがついてたからちょっとアイス食べたしさ、で飲み物もさ、ちょっとアルコール入りの甘いの飲んだから、もうカロリーあんまり取られへんね。小学生やねん、ほんまや。若いねん、体が。基礎体温高いねん。新陳代謝激しいねん。ね。あれ、画面止まってる？なんで？フリーズしてる？フリーズしてるね。熱かな？スマホがね、熱くなってる。充電は足りてるよ、充電は。フリーズしたね。ちょっと待ってね。画面フリーズしちゃったね。ちょっとだけ触ってみるね。ちょっとだけ待ってね。声聞こえる？まだ私涼しいとこ行こうかな。どうしようかな。ちょっと、カメラが、熱を持ってるって言ったら熱持ってるかな。でもそんなでもないな。聞こえる？ラジオにしよっか。